家の幕府将軍。なんじゃなんじゃ、すいませんでございます。あっちがい、あ、こちらこちら、反対でございます。金社長しかおらんよ。社長か、社長か、何でもいいぞよ。おお、顔でっか。でかいやつが来よったの。なんじゃこれ、ジロー。こいつらなんなんじゃ。見たこともない者たちですな。お願い様。来た。おう、なんじゃ。こやつらはですな、お、帝国軍とやらを率いておるダース・ベイダーっち男だよ。つまりわしのお宅に喧嘩を売りに来たわけか。なるほど、こう言うとります。ちょっとごめんな、お前のセリフじゃろ、お前。ちょっとやめろ、お前ら何しに来たんじゃ、おい。見たこともない者たちですな。おやつ様。なんじゃ。この者たちはですな、帝国軍とやらを率いておるダース・ベイダーと申す者だそうでございます。何、帝国軍も主公主公と言って怖いの。怖い。さては我が織田軍を攻め入りに来たか。なるほど、山に甲冑を着とるということはお主ら物の符であるな。あ、うんうんと申してもそうなのか。ほれ、わしの甲冑のように取るの。ほれ、チートわしの方に見せてくれんかの。ほうじゃほうじゃ、ほれ、おねん。おお。え？のどがかゆい。かゆい。どがどがどが。ジロー、お前の三文芝居のせいでお客さん今日とんじゃ。リハーサルと違うことやるで。すまんな、でかいな。でこごだろ。いや、今日は何しに来たんじゃい？おう。おおかほか主公を言うとる。なるほど。おそらくわしが察するところの映画がやるんじゃな、また 3D での。正解じゃろ。そのためにわざわざこの名古屋城に遊びに来て、皆にダース・ベイダーが来たよということを知らしめに来たったんじゃの。正解か。ちょっと待てな、お前後ろのやつよ、守るのか喋るのかどっちかのせいよ。叩かず、親方さんから。いや、白いのは叩いていいって言われた。白いのは叩いていい。おう、おれ、亀吉。お主の映画がうまくいくように、わしからの贈り物じゃ。拍手じゃ。おう。よう似合うと言われる。抜いて。ちょっとタッパガールで怖いわ。気に入ったか。しまえるかいの刀。おう、なんじゃ。おう、なんじゃお前。何やら持ってまいりましたね。あれはなんと、熱いて。俺、さすがのわしもテレビでこれもらっていいのかい。いやー、いいもんもろとありがとう、サンジェ。おー、大義である。握手しようか。おい、側近刀持ったれや、お前ら。そんぐらいの気遣いして。よーし、ありがとうさん。そして皆の衆、拍手をしてやってちょう。これからこやつらの映画がいっぱいの人が見てくれるようにという気持ちを込めての。そして少子化この方メディアども、わしらの写真を撮れ。さあ、これでいいのかの。わしらも対立じゃ。はっ。こうやって間近で見ると、皆様、本日は映画スターウォーズシリーズよりダース・ベイダーとストームトゥルーパーがここ名古屋城に、ゲストとして来場いたしました。スターウォーズシリーズのジョージ・ルーカス監督は日本の武士文化に非常に興味を持ってまして、それがこれらのキャラクター作りにもよく表れています。よし、ダース・ベイダーたち、今日は遠いところよ遊びに来てくれたの。またおさらばじゃ。さらばさん、一同またな。ありがとう、一同。サイズ取り替え早いな。まだない、一同。永遠にさよなら。一人だけ生身だけどいいよね。